海の神広綱殿、村上左衛門の城吉清殿、後備えの大将中条越前の神藤助殿、越駿河の神秀景殿、大崎筑前の神高清殿、本陣の大将後備えの大将前、井上殿中条殿御前へ。次も同じく本陣の大将で武田方の右備え武田義信、望月陣八郎の2体、さらに左備えの2体とも渡り合い、山本勘助春行を討ち取り、武田義信を負傷させるという激戦を展開した猛将揃いです。後備えの大将は激戦する本陣を守って敵軍を切り崩した勇士で、中条藤助は謙信公より感情を賜っています。